富塚村、富塚村は、静岡県自基地群、浜名郡にあった村である。現在の浜松市中各富塚町、和地山、広沢、文久、砂鳴台五丁目にあたる。ここでは、現在の富塚町、和地山、砂鳴台五丁目についても述べる。ただし、広沢については、当該記事を参照のこと。富塚村の村役場跡を示す。 看板北緯34度43分26.1秒、統計137度41分59.8秒、北緯34.723917度統計1 3 7 6 9 9九4 4度、34.723917、137.699944。現在は、浜松市中区に属するサナルコの住宅街として発展している地区である。 浜松市内で最も人口の多い町でもある。正確には、塚という字は、点が入っている。そのため、広報は、真松では、塚は、点が入った字で表記されている。現在でも、塚の字は正確には塚である。また、村であったため、字が残っているが、富塚町内は、すべて郵便番号432-8002でかつ、番地も町内通し番号なので、 省略される傾向にある。中心市街地への道路も整備されておりスーパーなどの商店や公園、緑地も多く、利便性も高い地区である。窪地のため坂が多い地区だが、団地が多く、住宅やマンションが密集している箇所もある。また、緑地も多いことに加えて、台地の上やなる湖畔には、田畑も多く存在し住宅街の中にも田畑が、 点在するなど隣接する和光町とともに中区内では有数の農業地域であるという一面もあり、自然が豊かに残る地区である。町山公園など運動場の整備もされている。また、2006年10月には、城北図書館が真相開館し、文化面での発展も期待される。大和とみつありがとうございます。